皆さんこんにちは、シンガポール支店です。今日はですね、マーライオン公園とマリーナベイサンズの付近の様子をお伝えします。時刻は12時30分くらいです。ちょうどお昼時ですね。お天気は晴れ。今のシンガポールの様子をお楽しみください。はい、到着しました、マーライオンです。じゃあまずは写真スポットの方を見てみたいと思います。ここですね、いつも観光客の方で溢れてるんですけれども、現状観光客の方いない状態ですので、シンガポールに住んでる方がですね、2組ですね、今は写真を楽しんでいます。はい、人が全然いませんので、今もう写真は撮り放題になってます。こんな感じですね。はい、後ろマリーナベイサンズもかなり綺麗に、全然人がいないですね。住んでる方は写真撮影のいいタイミングだと思います。来てみてください。はい、ではこのまま一周したいと思いますが、そこに見えるのがですね、見えますかね、ちっちゃくアップルストアがあります。せっかくなので見に行きたいと思います。サイクリングとかセグウェイ乗ってる方もいらっしゃいますね。ちょっとね、歩くと、今歩いてるんですけど、かなり暑いので、お日様が隠れてるとはいえ、ちょっと乗り物乗るのはいいですね。はい、こちらフラトンベイホテルですね。すっかりクリスマスになってます。だんだん近づいてきましたね、マリーナベイサンズ。暑いです、汗が止まりません。シンガポールですね、もうすでに雨季に入ってますので、いつ雨が降ってもおかしくない状態ですね。今日もちょっと雲が暗いので、夕方にはおそらく一雨降るかなという感じです。そして現在ですね、このマリーナベイのエリアですね、夜になるとライトアップのショーをやっています。またそれは別の動画でご紹介したいと思いますが、昼もお天気であればこのように綺麗な景色で、夜は夜でまた違う楽しみ方ができる感じとなっています。はい、何でしょう、椅子がいっぱいあります。休憩しましょうかね、ちょっと暑いので休憩してみたいと思います。はい、こんな感じですね、寝っ転がってます。とってもいい天気で綺麗です。はい、ちょっと小休憩もしたところで
進みます。はい、やっとこですね、マリーナベイサンズのショップのところ着きましたが、このままちょっと水際歩いてアップルストアの方向かいたいと思います。はい、これがシンガポールの水に浮かぶアップルストアです。だいぶ収まりましたね。私オープンして翌日くらいに来た時はもうすっごい混んでて、外も写真撮ってる人ばっかりだったんですけど、だいぶ落ち着きました。すごいですよね、浮いてます。入場自体はですね、今はマリーナベイサンズの地下からのみになってますね。通常期であればここの橋も使えるようになると思うんですが、今は入場制限をかけていまして、マリーナベイサンズの地下からのみとなっています。こちらですね、もうマリーナベイサンズの目の前、はい、こんな感じです。中がちょっと見えるの恥ずかしいですね。でもそしてこのアップルストアをきれいに撮れる写真の場所がこの目の前のちょっと上がったところですね。そこからの景色もお届けします。いや本当に人がいないので、まあ、寂しいんですけど、すごく写真を撮るのにはいいですね。地元の方ぜひ来た方がいいと思います。シンガポールらしい写真を撮るなら絶対、はい、今ですね。暑い、ちょっと暑いのでマリーナベイサンズで涼みたいと思います。ポールは何かと滝の形を作るのが好きな印象ですね。ジュエルもそうですけど、はい、シンガポールでは現在セーフエントリー、これを専用のアプリを入れるとマリーナベイサンズに OK になります。よいしょ、でさっきのこれを係員の人に見せます。すっかりクリスマスモードですね。さっき上で見た滝ですね。周りがゴンドラです。はい、こちらがですねアップルの入り口になってます。みんな予約をしてから来てますね。でこの先にあるエスカレーターを上がるとさっきの丸いところになります。はい、ではだいぶ涼みましたので戻ります。こちらアートサイエンスミュージアムですね。結構お客さん入ってますね。はい、今ヘリックスブリッジを渡っているところになります。この網の形はですね DNA の構造をモチーフにしたと言われています。
夜はライトもついてとっても綺麗です。縦になってますが観覧車も見えます。奥に見えるのは先日のオンラインツアーでも少しクイズでご紹介しましたエスプラネードのコンサートホールです。ドリアンを割ったような形の建物ですね。ちょっと遠いですが見えますでしょうか。はい、ちょうど反対側にスタート地点のマーライオンが見えます。あと一息ですね。はい、この橋が今渡ってきた橋ですね。はい、マンダリオリエンタルパンパシフィックホテル群も、はい、見えてきました。はい、エスプラネードに到着です。はい、スタート地点のマーライオンが目と鼻の先にやってきました。疲れた。はい、では最後この橋渡ってマーライオンまで行きたいと思います。今日歩いた距離ですね、だいたい 4.8 キロくらいですね。で、今の時間がお昼の1時50分なので1時間半くらい歩きましたかね。ちょっと足に豆ができてるので足痛いんですけど、いい汗流せました。では最後はこのマーライオンの裏にあるチビライオンでお別れしたいと思います。今日はですね、12月10日のお昼、シンガポールマーライオン公園から、マリーナベイサンズの付近をご紹介しました。これからもですね、今のシンガポールの様子アップしていきますので、この動画いいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。